はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日は偏差値65への算数、これね、規則性なのかな、まあそういった分野の問題を一問やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、私この滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウを全て公開していくというチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、では早速やってみましょう。1から64までの数字を書いた64枚のカードを円周上に小さい順に連続して時計回りに並べる。最初に1のカードを取り除き、時計回りに1つ置きにカードを取り除いていく。残りのカードが1枚になり続けると、最後に残るのは四角のカードである。さあ、もう一回見ながら分析してみましょう。さあ、1から64枚4までの数字を書いた64枚のカードね、同じものは2つないわけです。カードを円周上に小さい順に連続して時計回りに並べますね。1,2,3,4,5 点点点点とね。で、63,64と並べていくわけです。ね。で、この時に最初の1のカードを取り除く。時計回りに一つ置きにカードを取り除いていく。最初に1を取り除いて、その次1枚残してもう1枚取り除く。1枚残してもう1枚取り除く、ね。さあ、そうすると、奇数がどんどん取り除かれていって、63が取り除かれますね、最後ね。一周ね。で、そして今度64が残って、これが残りますよね。残って今度2が取り除かれていくわけです。で、そうやって繰り返していって、最後に残りのカードが1枚になり続けると、最後に残るのはいくつでしょうかっていうことなんでね。だから途方もないような感じがしますけれども、ね。まず最初、はじめ、ね。はじめはね、偶数が全部取り除かれるね。はじめ奇数が取り除かれる。1から63まで。で、残りが偶数です。ね、さあ、2周目、ね。さあ、残りは偶数です。2から64まであります。さあ、この2から64をね、63を取り除いて、64が残して今度2から取り除かれる。あ、4は取り除かないんだな、ね、2から取り除かれる。次だから24残して6になるわけです、ね、6が取り除かれる。ちょっと書いてみましょう。今2から2,4,6,8,10,12,14,16,18 とあって、最後64ね、60,62,64とあって、さあ2から取り除くわけですね。2から取り除くで、4は残して6取り除く、8は残して10取り除く、12は残して14取り除いてってやっていくと、結局4の倍数が残っていきますよね。
ってことは、ここ60が残って60に取り除いてまた64残るわけです。そうすると全部でこれ32個ありますけれどもね、4の倍数今度ね3周目になるときに4の倍数が、取り除かれるわけですね。2、6、10はね、ダメ、取り除かれると。残ってんのは4、8、12、16、22、24、28、32、36、40、44、48、52、56、60、64と残っており、さあここ2周目64は残ってね、62を消しましたね。で60は残ってで、その次の今度4から消すわけですよね。と4消して8残る、12消して16残るってやっていくとね、また今度は8の倍数が残りますね。8の倍数が1、2、3、4、5、6、7、8個残ります。さあ最後60消して64は残って、今度その次に残った8が消されるわけですよ。4周目、さあ8の倍数が8個残ってます。そこから64、これ60が消されて64残って8から消されていくんだよね。そうするとまた今度は16残って24消され、ね、30に残って40が消されると。とやっぱり64がまた残りますよね。で残りが1、2、3、4個になりました。5周目。16、32、48、64と残っており、最後が56が消されて1つ残って飛んで、またここから消されることになるわけです。これの繰り返しですよね。30に残る、で今度これが取り、これが消されて64が残って、これ消して終わりですよね。だから最後64が残るわけです。途中で気がつくとね、この64の場合には最初ね、奇数が消されて64が最後に残った。その次の32個のうち2の倍数ね、偶数のうちね4の倍数が残って、2、6、10ってなってくるのが残って、やっぱり最後64が残ったね。でそして残り16個のうちやっぱり4、12、20とやってって、2つ目のものが残っていくから64が残る。絶えず60は残っていくんだよね。だから途中で気がついたら、まあ64ってやってもいいかもしれません。いいなと思ったらチャンネル登録、メンバーシップお願いします。では今日はここまでにしましょう。